ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでしたか。初治療ということで、うん、非常に申し上げにくいんですけれども、美味しかった。美味しかったんかい。美味しかった。美味しかったんかい。まあ、その様子はね、もう見てください。見ていただいて、ぜひ、ね、その様子をね、ぜひ、ね、その見てもらうのちょっとしたら、ね。というわけでね、今回、はい、まあ、見てはあんまり指に合わせの鳥来ちゃうよ。今日ね、これ何をしたいかというと、はい、私のマシモシ TV の方に結構、うん、質問がね、来るんですよ。そんな食べて太んないんですかとか、うん、赤崎さん、なんで歯悪いんですかとか、歯が悪いですね。そうそう、一個ずつコメントしててもその人にしか回答が、あー、なるほどね。そうそう、見てない。また見たようなやっぱり。なるほど。リロイのチャンネル、うん、ポコラジっていうね、YouTube。 そうなんです。ちょっとそちらの方にいろいろ毎回ゲストの方に来ていただいてましたんで、この際はちょっと飲めないかなって。うちの番組はお便りも募集してやってますし、まあ、一応コーナーやったりもするんですけど、はいはい、ゲストによってはフリートークメインで質問が届いてたらそれに回答するっていうのもやってるんで、はいはい、だからそこでちょっとこのマシマシ TV に来た質問コーナーを一応ポコラ時代のコラボ企画っていうので回答するっていうパターンで、みんなで楽しくトークできたらな。アシスタントに中地っていう可愛い女の子がいて、はいはいはい、楽しいっすよ。まあ、ただシステムをね、ちょっと言いますと、はい、その今回のこの動画のコメントに、ちょっとまあね、恐縮ながら何かご質問、もうオールジャンルでいいです、うん、オールジャンルで何でもね、質問、気になることをちょっとコメントしていただいて、はい、その中からちょっとこれ答えてみようっていうのを、こちらの、はい、リロイチャンネルで、回答していくという、なるほど、動画をね、上げたいと思うんです。なるほど、やりましょう。ありがとうございます。そうね、7月のじゃあ七夕の日までにしましょうか。ああ、なるほど。7月7日。どうですか、あなたの願いを叶えるという感じで、ほう、7月7日までにその来ているものは、うん、ココ星が叶えますよという形で。ココ星がね、ココ星と赤星で、ココ星、赤崎、ココ星、ココ星。このだからチャンネル の, コメント欄ももちろんですけど、なんだったらもしココラジっていうのを気になって見てくださった方はそちらの方にこう誰宛ての、質問ですとかっていうのを送っていただければ、一応メールアドレスがありまして、 POCOPOCO ココココロ、の後に、RADIO のラジオをつけてココココラジオ @gmail.com っていう番組用 の, メールアドレスもありますので、そちらに送ってもらえたらそれでも採用できます。なるほどね。ちなみにね、はい、背負とかカジについてももちろん大丈夫です。もちろん。それはそれぞれで、先に答えてもらってほしい。でもね、でも初めて、2ヶ月、2ヶ月ぐらい、2ヶ月弱、2ヶ月弱か、2ヶ月半、100人突破するの1年ぐらいかな。いや、確かに、ちらってかかるしね。マジで。昔、ドブネズミの画像を上げる画像。あれじゃないの、エナジードリンク飲むんじゃないの。エナジードリンクはしたよね。出たし。いろいろやってたの。今も飲んでるし。それはいいんだよね、それ。ということでね、皆さん、もしもしもしていいと、それから、コロナグラムのチャンネル、引き続き、よろしくお願いします。はい。